Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問は、赤点エンジニアさんからです。ありがとうございます。なかなか、結構僕これ、なんかこう面白いニックネームやなと思って。エンジニアさんってあんまり赤点取らんよね。どっちかっていうと。だからすごいんやけど、すごくないんかわかんない。エンジ赤点エンジニアってなんかなかなか面白い。上の下になっちゃうみたいな。全部上だけど。上の下やんね、多分ね。下の上ではないよね。なるほど、面白い、はい、では参ります、はい。ドライバー用シャフトの硬さとトルクについて質問です、はい。現在スリクソン ZX5 にディアマナ ZX60 の S シャフトを挿しています、はい。ヘッドスピードは45くらいなのですが、スライスが止まりません、うん。ほとんどのティーショットで OB になるので、飛距離を捨ててでもコース内にボールを止めたいのですが、その場合は振動数を上げてトルクを低くすればよいのでしょうか。追伸、ユミちゃんに自作したマカロンの写真をいいねされたの嬉しかったです。どうですか、なんかそういう記憶ある？あ、マカロンのマカロンを、うん、誰かがこうホームメイドで作ってて、なんかお家で作るのすごいなと思っていいねってした記憶はあります。僕そもそもマカロンっていうのも昔知らんくて、なんかなんか可愛らしい女の子昔おって、マカロンみたいな服やねっていう意味がわからんで、もうもはやその子は僕はバカにされようやと思ったマカロンの存在を知らなくて、あ、なんかあれやね、あの丸いなんかお菓子というか、サンドサンドしてなんかね、なんかまあマカロンっていうのは僕の中ではね、あんまりよくわからんもんなんでわからんみたいな、わからんわからんわからんやめよ、ついつい、はい、答えますね、答えます、ここまた無駄なとこやね、はい、行きます。まあまずこのシャフトなんですけども、これディアマナっていう名前ついてて、これディアマナ、ZX60 の S っていうのは、これ実はダンロップさんのオリジナルシャフトなんですね。なるほど、なるほど。で、まあ特にその中でも、ZX ってはスリクソン ZX の意味の ZX で、スリクソンの純正シャフト扱いなので、 S シャフトでもカスタムのシャフトよりは、振動数出ません、まあ、要は柔らかいと思ってください、はい。でしかもこれちょっと、まあ、これあんまり言うとダンロップさんに怒られるんですけど、ここ60の、S って書いてるじゃないですか、はい、60の S って書いてるんですけど、重量は 55g です、はい、というように、まあやっぱり基本的に、なんていうか、メーカー純正シャフトっていうのは柔らかい軽いっていうところなんで、60の S って言ってもまあ 55g で、しかも振動数っては一般的な S シャフト、まあ、一般的な S シャフトっていうか、まあ、俗に言うカスタムシャフトの S よりはだいぶ、柔らかい傾向にあります。だからまあヘッドスピード45あるってことやったら申し訳ないですけど、この、ディアマナ ZX とはちょっと柔らかすぎるかなと、でも思いますね。だからまあ結局普通に打てばフェースが戻りきらんで右に行く OB になる、これも仕方ないことやってます。逆にそれをまっすぐ打とうと体止めたりする方がスイング崩すことなので、僕はまあ早めになんていうんですかね、カスタムシャフトの S に変えていったらいいかなと、うん。でまあ、その重さ的なものもさっきも言った通り、これ60の S って書いてますけど、さっき言った 55g なんで、もし重さが今の感じがいいっていうのやったら一般的なカスタムシャフトの50の S、 ただもうちょっと重くてもいいなってやったら、カスタムシャフトの60の S っていうのをいろいろ、まあただ結局軌道とか、まあ、その人の振りやすいもんも全然僕は今ここから分からんので、その分かってるのはディアマナ ZX というシャフトのことだけしか分かってないので、その赤点エンジニアさんが、まあ、いろんな、重量を変えたくなったら 50g のカスタム系の S シャフト、もうちょっと重量上げた方は 60g の S シャフトっていうのをいろいろ売ってみて、まあ、近くのフィッターさんとかに見てもらって、重量硬さはもちろんですし、あとはそこに調子自分がどんな調子が合うかっていうのを、試してもらったらいいと思います。ちなみにトルクも、低くすればいいんでしょうか。基本的に振動数が上がる、まあ、少なくともカスタムシャフトにリシャフトを考えたらトルクは勝手に低くなりますから、だからそこはトルクのことは考えなくていいです。振動数を上げれば基本的にトルクは低くなりますから、だから今のこのディアマナ ZX から一般的なカスタムシャフトに移行すれば勝手にトルクは、低くなりますから、そこは考えなくて結構ですと思ったらいいですね。なるほど、はい。
まあ、だからまあその辺でちょっとまあ近く の, あの工房さんなり、フィッターさんなんか見てもらって、まあもちろん重量硬さはもちろんですけど、そこに自分が合う調子何でもいいってわけじゃないですから、なんかまあ先なのか、中なのか手元なのかっていうのを選んでもらったら、多分その OB は減ると思いますよ。なるほど、うん、はい、この、まあ、ヘッドスピード何で測られたかちょっとわからないけども、ね、45だったら間違いなければ、もうちょっとこれじゃちょっとやっぱり柔らかいかなと。なるほど。大体僕がこのスリクソンの、まあ、ZX5 の純正、まあまあ要はディアマナ ZX60 ってやったらヘッドスピード412までぐらい結構柔らかいシャフトなんで、はい、まあ、そういう方が合うシャフトです。そうするともしかしたらちょっと高くて右に出る球が出てるんじゃないかなっていう。そう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 、うん、そういうことですね。で、そ変にそれをまっすぐ打とうと体止めたりするとスイング崩すんで、まあ、これは早めのチェンジをお勧めします、ね、はいはい、ではね、お近くのフィッターさんのところに行って測定をしてもらって、うん、どのシャフトが合うかなっていうのを再度ちょっとフィッティングしていただければ、うん、多分マカロン持っていったら安くなると思うんで多分ですけど多分ですけど、はい、はい、ということで、赤点エンジニアさん、ご参考になりましたでしょうか。それではサタデー、たけちゃん、ゆみちゃん、また来週、バイバイ。まだね、ぜひマカロン作ってゆみちゃんがいいねしてくれるのを待ってくださいするすぐするすぐするチャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。